どうもシュートです。さあ今回もいいフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回ですね、まあ、9月中旬に年1回の大型アップデートが、まあ、控えてるんですけれども、まあ、それまでにやった方がいいやるべきことっていうのを、まあ、初心者の人とかわからないんで、もちろんね気になってる人も多いかと思いますが、配課金でもねこれは絶対やっといた方がいいよっていうのもあるんで、まあ、ぜひ全ユーザーに見てほしい動画となってますね。めちゃくちゃやり込んでる人って、まあ、僕もそうなんですけど、意外と試合ばっかりやって、まあ、ちょっと得することとかやらない感じになっちゃうんで、僕もデイリーチャレンジ PK のやつ全然やってなかったりするんで、まあよかったらぜひね今回の見て、あこれはやった方がいいんやなっていうのを参考にしていただければいいかなと思います。まあお知らせ欄でね、まあこれもいろいろ見れるんですけれども、まあ簡単にまとめていくんで、まあ今回6個ぐらい紹介しようかなと思いますが、まず1つ目はですね、まあ、こちらのこのマイリーグですね。マイリーグの対 AI 戦にはなるんですけれども、これがポイントとか、まあそれからこの23節で僕も今進んでますけど、これが全部リセットされるんですね。でまあ割と進めてて、まあ優勝のバッジ狙ってましたとか、ポイント使うのに貯めてましたっていう人は、まあちょっと全部なくなっちゃうんで、まあ途中まで進めててバッジ欲しい人はもう絶対やりきった方がいいと思いますし、ポイント貯めてた人も使って楽しむのがいいんじゃないかなと思いますね。2025、まあ大型アップで来たらもうゼロになっちゃうんで、まあマイリーグはそんな感じですかね。でまあ次2つ目はですね、まあこれは結構いろんな人も言ってるとは思うんですけれども、やっぱコインの節約っすね。まあ2023から2024になったタイミングってブースターが搭載されて、まあこの FP じゃないわ、エピックとかショータイムとかそうですけど、ブースター付きで登場したじゃないですか。でまあ2025、まあ2025っていう表記がなくなっても普通に e フットボールっていう感じの年度が多分表示されない感じにはなるんですけど、まあ一応その25に変わるタイミングで、まあ何かしらね新しい要素っていうのが来てもおかしくないと思いますし、まあエピックがねもうちょっと総合値とか能力値今よりも基準上がってくる可能性もあるんで、基本的にはね、まあ、よっぽど逆足頻度精度最高最高とかすごい特徴を持ってる選手、もうこの選手は絶対来年も使いやすいよっていう、そういう選手必須級の選手はね、まあ、取ってもいいんかなとは思うんですけど、まあ、ちょっと引くかどうか迷うなぐらいのガチャはもう基本的にはね今はスルーしていいと思いますね。まあ言うてあと1ヶ月もないんで、まあまあ我慢もできると思います。まあでもその辺の評価とかは2024もあと1ヶ月ないですけど、僕もねしっかりと月曜のガチャ木曜のガチャも評価は出していくんで、まあそれを見て判断していただいていいかなと思います。で次3つ目、これはねまあちょっと前フェーズと比べての話にはなるんですけれども、まあバッチ順位バッチ今狙い目かなっていう感じがしてますね。まあまだ言うてフェーズ序盤2週間目ぐらいですけど、まあレート2018で順位33と、まあ前回で考えたらねレート2000やったら多分4桁台ぐらいだと思うんで、まあもちろんマッチングシステムがまあ以前のやつに戻ってちょっと緩いマッチングではなくなって、自分の順位とかレートに近い相手が当たるんで、まあちょっとね勝率とかは落としがちにはなると思うんですけど、まあ前回のマッチング制度で結構やり込んで燃え尽きてる人も結構多いんかなっていう感じしますし、まあそもそもやっぱりもうアップで1ヶ月前とかなんで、まあちょっと休んどくかみたいな、そういう人も多い感じがするんで、まあやっぱ順位バッジね僕も2桁2つ持ってますけど、やっぱ映えるじゃないですか。相手に対しても俺こんだけの順位やで、最高順位やでっていうのを威嚇できるんで、もう勝負はそっから始まりますし、まあ前フェーズよりも順位狙いやすくて、ちょっとやってる人もね前フェーズと比べると少ないかなっていう感じはするんで、マッチングも時間かかるし、まあ軽い時間帯朝とか、まあ深夜できるなら深夜とか、そういうのを時間ね時間帯狙ってレート上げも頑張っていただければいいかなと。まあバッジ結構狙い目ですよっていう、そういう感じの話でしたね。で次4つ目、これもねめちゃくちゃ大事なんですけど、アチーブメントですね。これはねまあやった方がいいですね。多分このキャリアアチーブメントとかも、まあ、なんだかんだ更新されそうな感じはしますし、まあこの辺は GP とかポイントしかもらえないんで、まあそんなやらなくてもいいかなと思いますが、やっぱこのダウンロードキャンペーンのやつとかも、まあ多分もう僕はもう全部受け取っちゃってるんですけど、まあコインめっちゃもらえるし、まあ今回に限った話ではないですけど、ポジティブ来てたりスキル追加来てたりっていうのもあるんで、まあやっぱアチーブメントはまあ大型アップで関係なしに、いつもいつもやっぱ気にかけてイベントとかしっかりこなしていくのは大事かなと思います。今5個目6個目も結構一気に紹介しようと思いますけれども、これがやっぱ一番大事なんですが、僕も昨日配信で結構やったんですけど、契約更新のガチャ券を貯めるっていうところですね。まあ9月中旬の大型アップデから選手の契約期間、まあ獲得したら1年間ね更新とかしなくても使えますよっていうのが今まであったと思うんですけど、もうそれがなくなって、まあ基本獲得したら永遠にずっとまあ使っていきますよっていう、そういう感じになったんですね。で非搭載とかもなくなったんで、まあ通常選手とかでライセンスとか獲得できなくなった選手に関しては無効
選手、向こう監督とかそういうのにはなるんですけど、基本的にもうスタンダード以外はもうずっと契約更新なしとかでも使えて、まあその今まであった契約更新の60日10日の更新チケット、まあアイテムですね、そのアイテムがエピックとハイライト合わせた100人のボックスの抽選契約券、まあガチャのチケットですね、それに変換されるんで、まあこれはね絶対ね配課金もめちゃくちゃ貯めた方がいいかなと思います。いや配課金とか、まあある程度自分ガチャ引いてるし別にエピックハイライト必要ないよっていう人でも、やっぱ GP はねスキル追加とかも使うし特別継承でめちゃくちゃ持っていかれるんで、なんだかんだね少ない人めっちゃ多いと思うんすよ。僕も昨日売却しまくってやっと1500万 GP ぐらい行きましたけど、もう軽く300人近くの選手打ってそんぐらいになって、もうめっちゃいい選手とかも打ったんで、やっぱり選手の売却っていうのはそれだけ GP が稼ぐことできるんですね。でたとえ持ってるエピックとかハイライトとかが契約更新アイテムで変換できる抽選契約券のガチャでそんなにいい選手とかが来なかったとしても、やっぱり GP を稼ぐことができるんで、特にハイライトとか、まあ基本星5とかエピックとかハイライトって星5ばっかりだと思うんで、星4とかそんなね出ないと思うし、まああの文見た感じでもエピックとハイライト合わせた100人って書いてるんで通常も多分ないと思うんですよ、普通のエピックガチャとは違って。なんでその選手たちをまあ育成するかどうか置いといて、獲得して売るだけでもうめちゃくちゃ GP とトレーニングプログラム稼ぐことができるんで、まあ例えば星5、6人をまあ今売るとしたら契約更新10日のチケットが6枚もらえて、まあ抽選契約券ガチャ券が1枚もらえるじゃないですか。まあその星5が全員10万 GP やったとしたら、抽選契約券でもゲットできた選手が10万 GP だったとしたら、まあ合計で70万 GP を確保することができると。でも大型アップで過ぎてから売ったらもう抽選契約券はもらえないし、まあその分全員10万 GP だったとしたらマイナス10万 GP っていう計算になるんで、まあ今売っといて多分損はないと思うんですよね。60日が107あるんで、まあその時点で107連できて、まああと10日の分が1634あって、まあ60日のやつと合わせても400手前ぐらいはガチャ引けるんですよ。で考えたら相当な GP 稼げるんですよねこれって。なんでまあ基本的には使わない選手とか星4とかはね打ってもチケット獲得できないんでそんなに意味はないですけど、やっぱ配課金とかでも GP 不足してる人はかなり多いと思うんで、まあこの機に個人的にはそんなにねその抽選契約券大型アップデ後のそのアイテムで引ける選手っていうのはそんなにいいガチャは来ないと思うんですけど、やっぱエピックハイライトっていうだけで総合値は高いと思うんで、配課金とかはやっぱ GP を稼ぐためにも今回やっぱりしっかりと使わない選手はもう整理して売っとくのがベストなんじゃないかなと。でまあその6つ目、選手を売る際のコツというかまあポイントなんですけれども、まあ、まず並び替えですね。並び替えで選手名にした方が、まあ、被ってる選手とかが分かりやすくて、まあ、ここデルピエロ2人重なってたりネスタ2人重なってたりするんで、あ弱い方は売っとこうみたいな、そんなんもできるじゃないですか。だから売るときはまず並び替えで選手名にした方がいいですね。で被ってる選手使わないハイライトとか、まあ、弱い方は売っていって、まあでも同名選手でも残しておいた方がいい場合っていうのは、まあ、習慣とかでスキル追加できなかったりしたら、まあ、結構ね今の環境だったら使う機会も少ないと思うんで、まあめっちゃ能力高くてもまあ打ってもいいっていう場合はあるんですけど、基本的にプレイスタイルが違うかったり、まあなかなかレアだよねっていう人は置いといてもいいんじゃないかなと個人的には思いますが、まあ結局一人しか使えないんで、まあ厳しめに見ていっていいと思いますね。昨日も僕配信で結構残しときたいけどなって思いつついっぱい打ったんで、その分契約更新だったり GP もめっちゃ稼げたんで、まあちょっと心鬼にしてね、もう使うかわからんなっていう選手は基本的にはやっぱ使わんと思うんで、まあ打って大丈夫かなと。でまああとスキルついてる選手ですね。まあ例えばこの辺のルックマンとかもついてるんですけど、やっぱアウトスピンとかって結構貴重じゃないですか。いろんなつけたい選手もいると思うんで、まあそういうスキル追加してる人は絶対に売らない方がいいと思いますね。特別継承用に。たとえ使わない選手でも、まあいずれアウトスピンつけたいなっていう選手をゲットした時に継承用に置いとくべきかなと思います。やっぱスキルついてる選手打ったとしても特に GP が稼げるわけでは多分ないと思うんで、付加価値多分ゼロなんで絶対置いておきましょう。であと一つ、ここはちょっと申し訳ないなっていう部分なんですけれども、まあこのピーラポンとかね、前の大型アップで前に非搭載交換したくてピーラポン獲得してスキル追加とかしてた人も多いと思うんですが、今回のアップデからも非搭載交換っていうのがなくなって、基本的に選手は消えないというか無効選手とかにはなるけど非搭載にならなくて、そのスキルの非搭載交換っていうのができなくなってしまったんですね。多分できないと思うんで、ちょっと今までねもう我慢してボックス圧迫してた
だとは思いますけれども、まあいいスキルがついてないピーラポンとか、まあ他非搭載交換用にスキル追加してた選手っていうのはもうちょっと売却してボックス開けといてもいいんかなっていう感じはしますね。ちょっとだいぶ GP はもったいないことしちゃったと思うんですけど、もう本当申し訳ないです。まあダブルタッチだったりコンカとかスルーパスとか重要なスキルがついてるピーラポンとかはもちろん置いとくべきですけど、まあいらないスキルがついてる場合はもうこの際に売っておきましょう。まあ今回解説したかったのは以上ですね。まあとにかく契約更新のガチャ券っていうのは、まあ無課金だったり微課金の人はやっぱりガチャ引きたかったと思うんで、もちろんね使わない習慣とかハイライトを打って貯めてた人も多いかなと思いますけど、ハイ課金でも GP 稼ぐのに、まあ、すごいいいガチャになってくると思うんで、下手したら本当に1000万 GP から3000万 GP とか目指せる人もいると思うんで、マジでどんな人でも使わない選手被っててもうこの人は使わんなというか、まあ被ってなくても使わないかなっていう人は星5ならもう積極的に売っちゃっていいかなと思います。まあ本当特に伝えたかったのはそのガチャ券の部分と、まああとは順位バッジね。まあ2025変わるし今はやらんとこかなという人もなんか多そうな感じはするし、本当バッジ狙い目だと思うんで、まあぜひ今頑張っていただければいいかなと思います。それでは今回ここで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ごちそうさまでした。